どうも小田です。私はですね、今羽田空港の第2ターミナルに来ております。というのですね、今ですね朝の8時でございますけれども、今回なんですけども石川県のね能登空港、はい、こちらにですね行ってですね、ボランティア活動とか、そしてね、今能登の今っていうところをですねちょっと見ていこう、来ようかなみたいな感じを持っております。今ね羽田空港からね能登空港はね1日1便 ANA が飛ばしてるんですよね。ということで、じゃあちょっとターミナル内入ってみましょうか。私が乗るのはですね、能登のですね NH747 便でございます。ということで朝1日1便ですね、今ですね、一時期はね地震の影響で空港も閉鎖されておりましたけれども、今は復活して飛んでおります。というのでね、もう今8時10分でございますので、もうじゃあ中に入っちゃいましょう。紙の搭乗券もいただきました。こちらの登記のね搭乗券となります。では早速でありますけど、今から中に入りましょう。509ですね、バスで移動ですね。このバスは皆様を能登駅ご搭乗機までご案内いたします。33A というね後方の座席になっております。バス見る限りね結構お客さんは乗ってたかな。唯一今飛行機ではね能登と東京を結ぶ、はい、フライトになっておりますので、ね、皆様おはようございます。今日はご搭乗いただきありがとうございます。また本日は梅雨前線の影響を受け揺れることが予想されております。ということで、こちらで行ってまいります。皆様おはようございます。スターライアンスメンバー ANA 能登行き747便をご利用いただきありがとうございます。今日は能登空港の天候が悪く着陸できない場合には羽田空港に引き返すこともございます。どうぞご了承ください。ご搭乗ありがとうございます。 Welcome on board. Please contact a cabin attendant.でも22分ぐらいで着いちゃうんですね。動き始めました。お客さんはね、こうねあんまりいらっしゃないですね。前方ね結構いらっしゃるような感じですね。今日金曜日になりますけれども、3割ぐらいって感じですかね。はい、それでは行ってまいります。空港到着時刻はただいまのところ9時55分の予定です。というのでもう順調にね半分ぐらい来てます。飛行機で行くとねすごく近いんですけども、やっぱり公共交通機関、東京から行こうとしたらね6時間とか7時間とか車でもそれぐらいかかるみたいなんで、やっぱりこの便があることによってね助かってる方もかなりいらっしゃるでしょうね。先ほどより能登里山空港に向け降下を開始しております。皆様の到着時刻は変わらず9時55分の予定です。
と着陸態勢に入ります。ただいまの到着地の天候は曇り、気温は23度でございます。地震の影響で能登空港の滑走路に小さな起伏があり、滑走路走行中に揺れることがあります。安全には影響ありませんので、どうぞご安心ください。また先ほどより降下を開始し、揺れが続いております。シートベルトは腰骨の低い位置でしっかりお締めください。皆様、能登里山空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。今日も早朝よりスターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございました。皆様の次のご搭乗をお待ちしております。到着いたしました。結構ね、その滑走路はやっぱり見た目はね、まあ、普通かなって感じなんですけど、着陸の時はちょっと揺れてるような感じがしましたね。ドスンドスンみたいな。ご案内いたします。飛行機は間もなく停止しますが、皆様の安全のためベルト着用サインが消えるまでお座りのままお待ちください。皆様のご協力をお願いいたします。無事到着いたしました。だいたいこの運賃は 1万1000とか、そうですね、平年としてもそんな高くなく販売しておりますね。ありがとうございます。皆様、今日はあいにく気流不安定の中を飛行となりました。この先もどうぞお気をつけてお帰り、またお出かけください。本日も ANA をご利用いただきましてありがとうございました。
様です。今晴れてますね。よかったよかった。よし、カバヤですね、はい、ということで到着いたしました。もう空港はね本当に明かりがついてということで、そう4月ぐらいから運航 ANA がしておりまして、本当は1日2便飛んでるんですけども、現状としましては1日1便と朝の1便という感じになってるみたいです、うん、これでも全然違いますね、飛んでる飛んでないって、うん、ということで周りを見るとやっぱりこうね人もいらっしゃって、ね、いろんな、ね、方がいらっしゃるっていう感じになりますね。レンタカーも普通にやってるという感じでございます。外に出てきましたけどね、無事能登里山空港到着いたしました。というので、まあね、空港自体はねもう本当に普通、もうここ見る限り全然普通に営業してるなっていう感じで、まあなんかこうボランティアとかね、いろいろ復興に携わる方もですね、かなり来ていらっしゃるますし、もともとね多分こっちにね実家があるような方もですね乗られてたと思われます。それで一応なんかこうふるさとタクシーみたいなね、シェアタクシーですかね、そういったのもあったりしております。まあ、それで本当はね今日からねちょっとボランティア活動できればいいなっていうふうに思ってたんですけども、一般で応募できるのがどうしてもねもっと朝早くじゃないとねダメということで、明日参加するという感じになります。というので、まあ、今日はねちょっと時間がありますので、まあ、ちょっと能登ねどんな感じかっていうところですね、ちょっとレンタカーを借りて、レンタカーも借りますんで、はい、ちょっとね見ていければなというふうに思っております。まずはちょっとじゃあ空港出発ロビーというか中ちょっと見てみましょうか。はい、ターミナル入ってきましたけども、こんな感じで、まあ、お土産とかのね、あとドリンクとかもまあ普通に売ってるという感じでございます。ちょっとねただね全然もう情報がなくて、まあ、どんな感じかっていうのは分かんなかったっていうんで、一応ね私もね前日に全部カロリーメイトとか水とか、ね、そういったものを買ってきました、うん、でもこんな感じで売ってますね普通にね、うん、はい、こんな感じで。まあ、以前利用しましたね、はい、メッセージということで書いてありますね。こういったレストランも、ね、営業してるみたいですね。営業してますね、また折り返してね、こちらは羽田に向かうという感じになります。それであそこにねありますのが、そう YS11 というので、まあ、日本のね国産飛行機ということで、あそこがね日本航空高等学校石川なんですよね。実はちょっとね今日泊まるところはですね、あそこあちらでちょっとお邪魔させていただいて泊まるという感じになります。というので、ね、すごいあれ現役なんですかね、ということで。でもね車で東京まで行こうとしたら結構であと、ね、電車とかもそうですけど大変ですよね、はあ、これがあったらめちゃめちゃ便利ですよね。ですね、山沿いはブルーシートを目指しますけど、はあはあ、海でも同じなんですけど、うん、被害は海沿いで、うん、海沿いの方に行くんですけど、鈴に近い方の集落に手を振ってくれた東京に、そうですよね。いってらっしゃい。あ、こっちにもあります。はい、すごいですね。こっちにもね、ちゃんとやってくれて。あ、なるほど。
波打ったところ通過しますから、追い上げた時に。いいですね、はい、うん、どうもありがとうございました。勉強になりました。いやらしい、すいません。あ、いえ、頑張る、あの頑張らせていただきます。いや、ちょっと見送った後はレンタカーを借りようかと思います。でも先ほどはね、全然問題普通って言ったんですけど、やっぱりこういったところを見ると、あの本当にギリギリの状態でね、あの空港も再開させてるんだっていうのが分かりますね。レンタカー借りていきます。今回は編集の、前回バンコクまで来てくれた新規さんに一緒に頑張りましょうということで、はい、ね、頑張りましょう。今回やってきました。とりあえず輪島、はい、じゃあちょっと案内してもらって、まあ、ちょっとまあ現状をちょっと見れればなというふうに思ってます。ただまあ空港見た感じ、結構でも普通な、まあ、道とかはね、もちろんね、あのいろいろあるとは思いますけれども、あの電気とかもついてたりとか、ね、してますのでね、まあ、ちょっとどんな感じかっていうのをちょっと見れればなと思います。じゃあ行きましょう。すげえな、アンサーリン、あ、これも緊急で直したやつなのかな。じゃないですかね。いや、結構波打ってますね。あ、およそ300m 先の、ここね、あの空港近くのゴーゴーカレーということで頑張ろうとかね、ありますけれども、あの普通にやってますね。はい、というのでこんな感じ、普通にやってますね。セフゴーカレーということでお店はやってるようです。そしてこんな感じ、ガソリンスタンドもね、バッチリでって感じですね。というのでまずは輪島にちょっと向かうということで、今30分ぐらいできるということなんで、ちょっと安全運転で伺いたいと思います。あ、でも結構あれだね。いや、この辺すごいです。すごいね、こんな感じ。あの輪島の方にちょっとやってまいりました。まあ、それでね、そう思った以上に、まあ、個人的に想像していた以上に被害っていうのはやっぱりひどいですね。うん、そういうのでちょっとあのボランティア、まあ明日ねやるということで、ちょっとこれで私ができることってあるね、あるのかな、うん、ちょっとね思った以上にちょっとひどかったですね。まあ、建物もね、あの倒れてるところも多いですし、道路もちょこちょこあったりですとか、まあ、ここもそうですよね。ここはね、輪島駅で普通に人もいらっしゃいますけれども、あそこら辺とかもね、カフェとかが、あ、カフェなんか店がね倒れたりとかしますし、うん、まだまだ復興には時間がかかりそうだなっていう印象です。はい、うん、ここはね、あの輪島駅っていうね、あの元々は鉄道駅だったみたいなんですけど、今は道の駅としてなってるようなとこです、うん、ゴーゴーカレーもありますね。こういった感じで、まあ、特産物が売ってたりとか、そういったここは営業してますね。こっちのゴーゴーカレーはここはやってないみたいですね、うん、でも一方でまあいった感じで、
ちょっとあれですね、ちょっとまあ空港ら辺でね、店とかガソリンスタンドやってたんで、まあ街もまあなんとかやってんのかなと思ったんですけど、これはなかなかちょっと大変そうですね、ここの55カレーも一応ね、Google マップとかではね、営業中にはなってるんですけどもね、やってなかったりとか、まあやっぱりそういったね、やってる店もありますけれども、ね、結構そういった感じで、まあね、実際やってなかったりとか、ね、そういったこともありますね。まあ、ああいった感じで、営業してる店も、ね、ありますね。今回なんですけども、このね、なんてやつ？輪島観光デジタルマップ。あ、輪島。というのを使って、そう、今営業してる店とかを見れるみたいな、ね、そんなやつがあるみたいなんで、まあ、こういったのを活用するといいかもしれないです。じゃあちょっとこれ活用して、ちょっとお昼はこちらの営業中のところ見つけましたので、ちょっといただきたいと思います。あ、どうも、ありがとうございます。隣いいですか？あ、全然いいです。ありがとうございます。はい、地元こちらです。あ、新聞社で。ああ、そうなんですね。あ、取材で、あ、あ、そう。どうもありがとうございます。よし、おいしそうということでいただきましょう。サワーハギで2段目左からこちら自家製のしめさわ、うん、で甘エビで、こちらも自家製の卵。うんでカッパ、うん、はい、わかりました、いただきます。ここら辺のホテルって今取りづらいんですか？あ、同僚と一緒に、あ、一緒に泊まるぐらいの、結構やっぱきついみたい、足りてないってみたいな、そんな感じですね。じゃあいただきます。美味しそうです。平和ってことですよね。平和メキシコやったらすぐなくなった。すぐ速攻でなくなってるか。美味しい。大阪でもなくなっとる。大阪では発言をしたら速攻でなくなる。決定の日まで。いっぺんにあんた元気なくなってね。やばい、すごいですね。お寿司屋でいっぱい美味しくいただきまして、横の方がね、新聞社の人で、そう、たまたま私のことを動画見たことあるということで、ちょっとまあそのここからですね、いろいろお話、まあここにね、よく来られているということで、ね、お聞きしまして、いやー、ね、やっぱりね、まだまだね、復興には、ね、今もね、やっぱりこういった建物が多いというところで、ここがあれですね、そして朝市、うん、で有名なところですね。今はですね、立ち入り禁止となっております。作業が行われております。ね、結構ね、これ建物が倒れて直すのにもね、やっぱり役所での申請をしないとね、ダメみたいで、それでなんかこうね、そのままになっているというのが多いみたいですね。
ゲンキーというですね、こちらのドラッグストアチェーンにやってきました。コンビニもね、やってるところはね、24時間ではないらしいんですけども、やってるということなんですけども、このね、ゲンキーがね、安くて揃えがいいよということで、まあ、基本的にもう水とかね、持ってきたんで、もうそれでなんとかしようと思いますけども、現状としてはもう食べ物とかこういったところは全く、まあ、困らないような感じと言ってましたけど、こんだけ豊富にありますので、まあ、これもでもなんか5月とか6月ぐらいからこうやって流通するようになったみたいなことをねおっしゃっておりました。お寿司屋でいろいろ話した時に、はい、コーラはこれが値段ですね。安いアイスクリーム氷とかもって、はい、というかお肉とかもありますね。これを海だけ見るとすごいね のどかな感じですけれどもね、すごいね、こっから一気にね、やっぱなくなね、海水がなくなるというと、とこっちから見るとやっぱりここら辺も火が受けておりまして、いやー、なんとも言えない感じです。もともと海だったというか、ね、貝が多かったりしますね、うん、そう、はあ、感じだ。なるほど、うん、おなじみのファミマですね。それでまあ営業時間はね24時間ではないですけども、やってる店舗もありますね。閉まってるところもありますけれども、ここはやってますということで、はい、こんな感じでやってますね。まあ、というか品数も普通にあるような感じですね。というわけで次は逆方向ですけど、珠洲に向かってみます。まただね、だいぶ移動してきましたけれども、1時間ぐらい、うん、そうか、見附島ということで、こうね、移動してきて、
です。道の駅にやってきましたけど、ここですね、ご存知の方も多いと思いますけども、はい、イカキングということで、ちょっと話題になったやつですね。あ、これ大きいですね。あ、中もこう入れるようになってるの。あ、穴が開いてるんだ。あ、こんな感じになってすごく立派です。はい、お、でもここは本当にあれですね、ランプがついたイカがね、ここで取れるんです。ああ、でもいいですね。道の駅になっておりまして、すごく綺麗です。というので、まあこれで大体ね、まあ能登半島をね、ぐるっと、まあ大きいところこう回ったような感じですね。結構、もうかなり大きいんでね、結構もうレンタカーを活用してという感じですけども。ああ、でもここら辺もね、やっぱり地盤とかそういったところが、あれですね。うん。ダメになってるとこありますね。綺麗な道の駅です。小魚はいい。ぐるっと能登半島を一周してと感じですね。はい、帰りはね、空港に戻る途中の八番ラーメンね、海外ではよく見かけますけども、地元かね、こっちなんですよね、だからね。というわけで、いただきましょう。営業してるということです。9時まで、よし。ありがとうございます。こちらになります。これで1000円切るんですか。安いですよ、うん、ということでいただきます。よし、じゃあいただきます。餃子とか、よし、というわけでタイとかでもよくね、お世話になっている八番ラーメンですけど、日本で初めて食べましたね。餃子も美味しいですね。ゆっくりいただきます。地元の人も来てるようで、うん、まあ店はね、結構もちろんね、閉まってるところもありますけど、チェーン店を、うん、まあやってるところも結構多くて、ただ時短営業してる場合がね、あるんで、そこだけですね。というわけで、ここはでも、まあ、今6時半とかですけど、普通にやってます。はい、それでは美味しくラーメンもいただきまして、まあ、ぼちぼちちょっとね、レンタカーを返していこうかなと思います。ということで、能登空港ですね。よし、じゃあ位置付近です。右方向です。
今は能登空港ですけれどもね、まあこんな感じで一応ターミナル自体は空いてるみたいですね。ガランとしてます。誰もいません。多分警備員の方いらっしゃると思いますけど、あとこんな感じでね、一応ね、まああのそうやっぱりまあ21周年記念の、ね、イベントとかですね、イベント開催とかやっていくみたいですね。いいね、ピカチュウがやってくる。もうだいぶ今日は一日ちょっとまあここの能登半島をねいろいろ巡ったと、あの鈴とかちょっと行けてないところもあったり、もう本当に大きいですというので、無事あのレンタカーもですね、あの借りて、はい、こんな感じで返却というので、まあそれであのねボランティアで今回まあちょっと明日からね活動ということになりますので、あそこにありますあの日本航空学園であのちょっと今回はあの宿泊させていただくことになります。というので、ね、あの実はあの先ほどねもうあのお昼間にねあのチェックインといいますか、まあ、手続きも済ましまして事前にも予約して、あの概要欄にあの詳しい、もしね興味ある方あの手続きの仕方とかですね詳しく書いておりますので、あのそれをちょっと見ていただきたいんですけれども、まあ、事前に予約してですね、まあ、ちゃんとこうねあの部屋といいますか教室内にあるテントになります、うん、そこでですねあの、まあ、一晩ちょっと眠らせていただくという感じになります。まあ、ちょっともう明日に向けてですね、ちょっとゆっくり休みたいと思います。ということで、じゃあちょっと今から行きましょう。こちらになります。すごいね、うん、ということでここから未来パイロットとかも、ね、航空関係者の方々がね出てくるんでしょうね。今回ボランティアに持ってきたまま、あの事前にねあのどんなもの持ってきてとかそういったのはあれもはね、まあ、その通り持ってきたという感じで、まあ、普段ねちょっとこういうぐらい寝袋ということで、これちょっとねあの今回同行していただいている方が2つ持ってるということでちょっとお借りしているという感じでございます。これは、まあ、ポシェット的な感じですね、まあ、この中にスマホとか入れたりですとか、はい、あとはねあのワークマンでちょっと買ったやつですけども、はい、こんな感じであの、ね、マスクですね。でこれがねセーフティーインソールということで、私もねこれ初めて知ったんですけども、まあ、これねあの釘とかね刺さった場合とかねあの靴を貫通するんでそれを防止するためのものですね。とあとは手袋と、あと明日ねあの一応晴れ予報であるんですけどもね、こんな感じで、はい、まあ、あのレインコートと、あとは、まあ、こうやってなんかあった場合の、はい、一式ということで、まあ、こんな感じでまあね持ってきたという感じでございます。はい、これであとは長袖長ズボンという感じですね。はい、という感じでこんな感じですと。こちら東京で買った水とかですけど、まあ、現地でもね売ってますけど、今回あの分からなかったんで、まあ、持ってきました。明日とかいただいたりしようかと思います。ということで、まあ、今8時半でございますけど、まあ、インターネットに普通につながります。まあ、全然通信できます。ということで、まあ、ここでゆっくり過ごしたいと思います。ということでね、あの今あのゆっくりあのテントの中で過ごしているという感じでございます。とてもね快適で、寝袋もね今回ね持ってきたんですけどね、この暑さだったら正直寝袋もなくて布団もあったんでね、あの十分かなという感じでございます。でもやっぱりこれだけねいい環境を、まあ、もちろんお金もかからないんであの提供してくれてるということは、もちろん、まあ、それ以上のね働きを期待されてるということだと思いますんで、まあ、しっかりあの明日はちょっと頑張りたいですね、ボランティアということで。そんなこと思いながら、まあ、携帯 Wi-Fi に、ね、つながりますので、はい、あのそれであのプレミア公開を見ております。まあ、他にも、ね、の部屋にね、まあ、こうおしゃべりする部屋とかも、あと1階にもねあの、まあ、結構ね厳しめ あのいろいろ持ってきてくださいみたいな食料とかも含めてねあの言われてたんですけれども、まあ、なんかちょっとしたバナナとかね食料品でも1階にボランティア向けにあの提供っていうのもされておりました。そして
電源ポータル、まあ、電源関係がねテントにはもちろんないので、私はまあモバイルバッテリーとパソコンのバッテリーみたいな感じで1泊2日をね過ごそうと思ってきたんですけど、一応そのバッテリーもね多分使うことができるみたいです。まあそんな感じでね、あのテント内で過ごしているという感じです。ちょっとまあこの季節は暑めでしたね、テント内はね、うん、まあでも簡易的なクーラーもあって、はい、なんとか過ごしているという感じでございます。はい、あのちなみにここ周辺の観光情報というところでございますけれども、一部の温泉はパッと見2軒やっておりますね。ということでそちらに泊まることもできますし、他にもちょっと民宿みたいなところ、コテージといったところ、まあ数はないですけれども営業再開しているところもあります。ただね、今営業もできていないというところも多くありました。加賀屋とか有名ですけれども、あそこも現在も営業できていないという状況でございます。今日一日能登を回ってみましたけれども、やっぱり観光客っていうのはほとんどいなかったと思われます。ちなみに金沢まで行くと、まあホテルもたくさんありまして、まあ東京とか大阪に比べると割安になっているところもありますね。2024年6月時点ではそのような状況でございます。早い人はもうね、昨日も寝られてる方いらっしゃったんですけど、もういなくなっちゃってますね。私たちが一番遅いのかな。8時半に出発のバスです。私たちは。はい。で、こっからね、能登空港の滑走路がね、見えるんですね。今日の天気晴れですね。はい。はい、ということで長袖とズボンと、まあ、長ズボンと、まあ、ゴム手袋。あとは。マスクと、うん、タオル、暑いですね。あとボランティア保険にも500円かな、うん、それで入っております。なので今何かあった時もまあね大丈夫、保険が効くという感じになります。うん、こんな感じです。よし、靴はもう古いやつ、はい、これに入ってた感じですね。よし、あとは水とか。じゃあ一晩お世話になりました。今日も多分誰か来るんだと思います。ということで綺麗に掃除もさせていただきました。ありがとうございます。もうバスが来てるみたいです。一つの空港前バスが来てるんだって。
ですね。三半径から上は大丈夫な。ああ、そうですよね。ああ、そうですね。昨日ちょろっと回って、もしかしたらこの道とか通ったかもしれないですけど、ドライブがね、でも実質初めてですね。はい。そうなんですね。今回のボランティアなんですけども、能登町の内浦というところにやってきて、今はボランティアセンターというところにいます。まずはボランティア参加者はここに集合して受付やマッチング作業を行うといった流れですね。トラックを運転できるベテランの方から私たちのような初参加の方もいらっしゃいますので、そのあたりを考慮してボランティアセンターの方がそれぞれの活動場所をマッチングしてくれます。活動場所はちなみに、まあ、被害を受けたですね、あの民家がメインとなりますので、まあ、実際にお宅に訪問して、まあ、活動するという形になります。場所が決まったら、まあ、活動内容は注意事項の説明をまず受けます。まあ、タイムスケジュールや実際にどんなことをするか、まあ、大まかなところはですね、まあ、丁寧に説明していただけるという感じでございまして、まあ、本当に最初参加する前はね、自分みたいな人間でもできるのかっていうふうに思ったんですけども、まあ、初めてのね参加でも結構まあ細かく優しく教えてくれたりですとか、あとまあベテランの何回も参加しているような方がですね、まあ、親切に教えてくれたりとかしますので、なんとかなりました。今回は民家の家具の搬出や処理をお手伝いするというもので、一つの家に対して8人のチームを組んでボランティア活動をいたしました。私は家具を運び出したり、出てきたゴミを分別したり、トラックに乗って災害ゴミを仮置き場まで運ぶといった仕事をですね担当しました。まあ、ここら辺はですね、やってみると結構力仕事が多くてなかなか大変でしたけれども、実際に被災者の方のお話とか聞いてみるともっと大変だったんだなみたいなところはですね感じますので、まあね、本当に少しではありますけれども、役に立つことができて大変良かったんだというふうに思っております。まあ、活動は10時から12時まで2時間ほどみっちり作業をいたしました。おいおいてからか、あ、じゃあ一ついただいてよろしいですか。はい、おもりですか。あ、じゃあおもりでお願いします。はい、おもりで。あ、ありがとうございます。普通に大丈夫です、最初は。さっきね、でいいですって言ったらおかわりくださいって来ましたね。最初は普通で、後でおかわり来ます。そうですね。はい、はい、どうもありがとうございます。こちらお昼ご飯、一応持ってきたんですけども、まあ、こう来てみると分かるんですけども、実際はね、炊き出しとか、まあ、そういったので、まあ、ただ持ってきた方がいいでしょうね。あるとは限らないんで、本当にもう有志ボランティアの形で全部ね、こうやって用意してくれたりとかしてるんで、はい、というのでちょっといただきます。午前中の作業は終わりました。はい、今お昼休みでございます。よし、じゃあいただきましょう。というのでね、一応活動としましてはね、こう、まあ、民家、まあ、実際にお住まいの家で、まあこうね、まあ、家の中のね、そういった家具を出したりとか、そういった活動になりまして、まあ、そこら辺をやりました。結構やっぱり大変ですね。重いものもあったりとか。うん。うまい。まあ、それでね、自分みたいな、ね、人間が、ね、なんとかなるのかなって思ったんですけども、まあ、やっぱりこう、ベテラン、何回か参加されてる方とかいらっしゃるんで、まあ、その方とか、あと車の運転をね、バリバリできる方、ね、そういった方がこうゴミ捨て場に持ってったりとか、トラックで、うん、そんな感じで私はそのサポートみたいな荷物運んだりとか、うん、っていうんで、まあそれなり仕事はね、やっぱりもちろんあるという感じでございます。しっかりやる人もいます。一応午後3時までの作業なんで、まあ後半戦も、まあこれがある終わればという感じで、なかなか大変ですけど、いろんなとこが、東京から来てる人もいれば、金沢からね、来られてる方とか、ね、そんな感じです。というわけで、美味しいです。はい、本当ね、でもね、自然が多くてね、能登はね、
ね、めちゃめちゃいいところです、はいね、ボランティアこんな感じで、まあ、見ていただいて分かると思うんですけど、かなり穏やかな感じで、はい、あの行われているということで、皆さん優しいです、ありがとうございます。よし、じゃあスイカもいただきました。うん、おいしい、おいしいね、スイカ。じゃあちょっとウォーム頑張りましょう。はい、ということで午後もね、活動頑張っていきましょう。午後もですね、引き続き、まあ、家具を運び出したり、災害ごみを仮置き場まで運んだりいたしました。この災害ごみの仮置き場が車で20ポンドの距離 に、ありまして、まあ、私はですね、まあ、ちょっと運転っていうのはですね、軽トラの運転っていうのはですね、自信がなかったので、ちょっとそこはですね、あのベテランの方にですね、お任せして、私はちょっと横で道案内とかそういったところをですね、してですね、車に乗って、まあ、実際に現場まで着いたらゴミを出したりとか、ね、そういったあの作業をですね、あのさせていただきました。やっぱりまあ、ね、初心者の人だけではなかなか、ね、できる作業っていうのは限られますけれども、やっぱりねベテランの方がですね、すごい本当にもうねすごくて、ね、しかも親切に私にねいろいろですね教えてくれたりとかしますので、いや本当にねこうやってボランティア活動されてる方っていうのはすごいなと、私ももっとね何かしなきゃなっていうふうなことをですね感じました。ということで、まあ午後の活動は、まあ、13時から14時半くらいまで、まあ、ちょっと早めに終わってですね、まあ、1時間半しっかりですね訪問させていただいた、ね、あの民家のお手伝いをさせていただきました。ということで午後も無事終わりました。あっという間の3時ですね。お疲れ様です。やりたかったですね、できればね、まあ、短くはありますけど任務一応完了でございます。あと今3時になりますので、基本なんかこの時間みたいぐらい時間みたいです。で4時ぐらいにバスが来るみたいなんで、ちょっとそれで帰るという形になります。よし、それでは帰ります。金沢にですね、能登里山空港ですね、私が泊まったところでもあります。で、ね、明日ねまたボランティア行かれる、結構ね、まあ、200、300、もう連続で2日3日とかやられる方も多いんで、そういった方はまたベースキャンプに泊まってという感じです。はい、というので私たちはそのまま金沢駅に向かいます。あ、本当は飛行機で、ね、帰れば1時間なんですけどね、明日の便なんで、はい、まあ、ちょっと遠回りになりますけども、金沢経由でもう陸路で帰ろうかと思います。でもやっぱり能登来るならね、個人的にはあっという間に来れる飛行機おすすめですね。
ありがとうございました。ありがとうございます。まあ、というので、まあ、ちょっとボランティア中は、ね、忙しくてなかなか、ね、動画撮るっていうのはできなかったんですけども、まあ、新規さん、私の、ね、こうボランティアの働きっぷりを見てたと思うんですけども、ね、バッチリ働いてましたよね。はい、働きました。ちょっと意味深ですけど、私なりにまあ一生懸命、ね、やったということで、いやでもね、やっぱりこう、ね、ボランティアとか、ね、こう話聞いてみるとすごいですね、皆さんね、こうやっぱり定期的に行ったりしてる人とかもいたりとか、ね、すごい僕もね、ちょっとこういった感じで、ね、参加しなきゃなってみたいな感じで思いましたんで、まあ、ぜひよかったら皆さんも参加してみてください。ちょっとね、参加の仕方が難しいというか、ね、いろいろ個別に手配しないといけなかったりするんで、まあ、そこら辺ちょっと概要欄に書いておくので、まあ、もしよかったら皆さんも、ね、チャレンジしてみてください。ということで、まあ、こんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。またね、能登の方には遊びに行きたいと思っておりますので、引き続きまたでも能登にも遊びに行きたいですし、日本全国海外も含めてですね、遊びに行きたいと思っておりますので、私はこれから新幹線で東京にまた帰りますけれども、はい、引き続きよろしくお願いします。こんな感じで、じゃあ今回の動画を終わりたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバーイ。はーい、グッド。